やっぱりまだ実感が湧かないっていうのが正直なところで、まあ結構僕たち2回戦ぐらいからだったんで、ほぼシードがない状態で5試合ぐらいこなしてきたんで、結構スケジュール的にもタイトだったんで、まあそこでハードなスケジュールの中でも勝ち切れたっていうのが今大会すごくいい経験になったのかなと思います。ファンはやっぱりチーム力だと思います。結構コート内でもコート内でも常にコミュニケーションを取って声出して喋りながらバスケできたんですけど、今大会でできたのでそれが良かったのかな。マスクが取れると思ったんですけど、全然そんなこと思ってなかったんですけど、まあ、いただいて嬉しい。無名校から来たので、やっぱりそういう無名校の人でも活躍できるっていうところを、まあ、モチベーションにしてというか、糧にして帰ってきました。なんかチームとしては今シーズン全部優勝っていうのを掲げてるので、やっぱり全部勝ち切れるように自分もチームの力になれるように頑張っていきたいと思います。